どうも、クラウンです。まずはチャンネル登録といいねボタンお願いします。さて、またまたね、文春砲第3弾が打たれたわけですけども、今回もまっちゃんの件少しフォーカスしてみたいと思います。立花隆さんもね、おっしゃっていましたが、文春はまだまだ今後も文春砲をぶっ放す予定であるというようなことを言ってるようであります。まさにね、1ヶ月で文春、雑誌で2億円、電子版で5000万円以上売り上げてるということでね、人の不幸で儲けまくるというスタンス、今後もまだまだ続きそうではあります。今回はですね、その点について、すでにね、文春の、文春法第3弾でも、結構なそのリストがどうのこうのとか出ていますけども、今後ね、まだ4段、5段、6段と、どのような情報が出ていくのか、噂によるとね、新たにどんどん被害者と名乗る人々が、追加されてきているんじゃないかというようなね、話もありますけども、ここでね、ちょっと、名誉毀損で訴えられそうな私から言うのも何なんですけども、一応皆さんにもというかね、注意喚起も含めて言っておきたいなということがあったんですけども、今日のこちらのワイドナショーを見ていたんですけども、その中で、こちらの女性がですね、まっちゃん側に少し取材をしてみたということらしいんですが、その中で、今後、文春を訴えていくというのはもちろんなんですが、その文春の記事をリライトして報じたメディアだとか、そういったところも、名誉毀損で、訴えていく準備があるようなことを言っていました。おそらくメディア、個人ではなく、メディアだけじゃないかみたいなことは言っていましたけども、YouTube とてね、もう今や、個人というか、もうメディア並みの影響力を持つ人々が多くいるわけで、そういった方々も、かなりまっちゃん叩きをやっている人も多いし、私はもうね、完全に今、まっちゃん擁護派として、様々な、見解を、報じているわけですけども、そういった方々も今後もしかしたらね、戦々恐々となるのかどうか。今回のね、このワイドナショーのその、一部分というか、こちらを見ていただきましょうか。ではどうぞ。小林さん、小林さん。で、松本さんサイドはその訴えていくっていうのは「週刊文春」に限らないっていそうう。ですね、私が取材したところによると、「週刊文春」だけではなくて、取材をせずに「週刊文春」の記事をリライトして書いたネットメディアも、それによる誹謗中傷を受けたということで名誉毀損で訴える準備があるというふうに聞いてます。だからそのネットメディアもどれぐらいの量になるのかわからないですけど、かなりの数のネットメディアをその名誉毀損で訴えるという可能性、これだからそのネット記事に対しての、例えば、いいねっていうやつ。そうですね。そうですね。そこからいくと、そのネット記事を引用して X で「いいね」した人、リツイートっていうか、今リポストですか、した人ももしかするとその対象になる可能性もありますよね。それ対象にした時に追っかけていけるもんなんですか。そのとんでもない数じゃないですか。おそらく相手にする。このような感じでですね、まっちゃんを攻撃しているような記事に対して、いいねをした人に対しても、名誉毀損で訴えるといったようなね、今、ニュアンスかとは思いますけども、特にね、メディアはもちろんですよね、やっぱり影響力絶大ですし、ただやっぱりもうメディア並みの影響力を有する YouTuber なんかも、相当今、まっちゃん叩きをしている人が多くいます。それがね、もちろんアクセスが取れるということなんでしょうけども、そのような報道が今回ね、なされていたということで、あまり、その点についてですけどもね、注意しておいた方がいいんじゃないでしょうかということで、今回は短いですが、以上となります。ではまた。